さあ体型縦一列が崩れました。まずアクションを起こしたのは4番の横山です。横山が前へ前へと攻め上がって打掌の周回に入りました。まず先頭に変わったのは4番の横山、そして5番の姿も動いていく。姿が4番手をキープとなりましたが、これで1番の渡辺は後方に下がって7番手です。姿がうまい立ち回りで中段をキープして金を迎えました。金が入って3コーナー、後ろから1番の渡辺、さあ渡辺巻き返していくんですが、前では4番の横山も逃げ体勢、ペースを上げていく。ここはもがき合いとなってくるか。最終周回に入った。さあ1番の渡辺、番手9番の足沢が厳しい仕事を見せました。1番の渡辺はちょっと厳しくなったか。そして5番の姿も中段の位置でかぶっている。さあ姿はここは厳しくなった、コースが見つかりません。先頭は4番の横山したのに、横山が逃げる。4コーナー回ってくる。先頭4番の横山、番手から足沢最後は抜け出したか。内は2番の志村、そして4番の横山。こういった体型、青番周回の4コーナーからホームに帰ってくるところ、正攻法少し後ろを振り返って1番の中川、さあまずは山田久典から動いていきました。後ろから一度山田が切っていって、さらには竹内がそれを叩いていきますが、やはりここは竹内がひとまず5番の鳥取の横で止まりました。打掌の周回の2コーナーからバックストレッチ、6番の山田が少しペースを上げて、ここを叩きに行って8番の竹内、さあ中部勢が叩いていって先頭に変わりました。3番手には6番の山田久典です。そして5番の鳥取が巻き返していくんですが、マーク陣は連携が乱れている。さあ鳥取は少し厳しくなりましたが、最終周回の1コーナーから2コーナー、さあ中段で足を溜めて6番の山田、そして1番の中川、現在は5番手、逃げる8番の竹内優作、この後ろには3番の北野武史、3番手に入って6番の山田は足を溜めている。この後ろは2番の四季尾拓也、1番中川5番手、4コーナー回ってくる。先頭は8番の竹内が先頭で踏ん張ったか。外は6番の山田。中段少し小松崎が車間を切っています。さあ小松崎がここは根田の動きをかなり気にしているんですが、まずは7番手から5番の根田、そして合わせるようにして中段から小松崎も前へ攻め上がっていきました。さあそして正攻法3番の和田はどう立ち回ってくるか。神奈川勢、さあまずここで7番の小松崎が先頭に変わりまして、今度は5番の根田が行く。さあ千葉勢が巻き返していきました。7番の小松崎、そして5番の根田隆、この両者なんですが、ここで先頭は根田に変わって番手にはまった7番の小松崎。北日本勢は絶好の展開。そして後方から3番の和田、神奈川勢まくっていくか。最終周回の2コーナーからバックストレッチ、番手車間を切って7番の小松崎が2番手、絶好の展開となりました。そして3番の和田まくる、そして9番の松谷、神奈川勢はこの辺りで厳しくなったか。4コーナー回ってくる。先頭は5番の根田が先頭で踏ん張ったか。あとは4番の山崎。3番の清水がゆっくりと上がっていって、ここは川村に蓋をしていきます。青番周回から赤番周回に入るところで、まずは川村を抑え込んだ3番の清水博人、さあ中段後方の位置入れ替わっていきますか。打掌の周回の1センターから2コーナーです。さあここで縦に踏んでいきました。3番の清水博人、山陽勢が主導権を握っていく。すかさず川村も反応した。さあ川村浩二の巻き返し、近畿勢そして山陽勢、この両ラインのもがき合い、叩き合いとなりました。先頭は3番の清水が先頭で粘っているんですが、外から1番の川村浩二、さあ近畿勢先頭に変わりますか。最終周回に入った。後ろから7番の原田が巻き返していく。さあ四国勢の巻き返し、2番手はもつれていますが、ここは南が守りきりました。一気のまっくり7番の原田が飛んできた。さあ原田のまくり、人気を集めた原田健太郎がここで先頭に変わりました。追走は2番の橋本剛、四国勢で決まっていきそう。4コーナー回った。先頭は7番の原田が先頭、そして2番の橋本。
さあ体型は縦一列、青番周回の4コーナーカーブ、この辺りで早坂周吾が行くんですが、まずは中段から5番の長島が動いていきます。打掌の周回に入って誘導員を下ろして5番の長島が先頭に変わりました。そして中段外まで上がってきて4番の早坂周吾、早坂がここは軍事に蓋をしているんですが、さあどうでしょうか、ペースを落として5番の長島、ここは早坂もなかなか行きません。先頭5番の長島がペース上げてくる。さあ長島ペース上げるんですが、ここに襲いかかって4番の早坂、北日本勢ちょっと連携乱れたか、サイドドッキング、8番の菊池慶翔、ただ和田圭が離れている。3番手に入って5番の長島大輔、この後ろが1番の牛山、そしてその後ろ6番の河野と続いていく。さあ先頭は4番の早坂、早坂が飛ばしていく。3番手差を詰めて5番の長島、長島大輔がまくってくる。番手は8番の菊池慶翔、さあ軍事も後方から縦に踏んだ。4コーナー回ってくる、先頭は4番の早坂、番手から8番の菊池慶翔か。山田が先頭、金子の横まで並んでいきました。そして今度は9番の太田もアクションを起こしていくか。打掌の周回に入ったところでまずは太田なんですが、ここは川端を封じ込めていきます。先頭ここで山田に変わりました。金子が下げての3番手。さあそして川端を封じ込めて9番の太田龍馬、徳島勢がこの辺り主導権を握りに行く。さあ9番の太田、金を聞いて飛び出してまいりました。叩かれて3番の山田秀明、山田は現在3番手4番手まで車を下げています。5番の川端智之は後手に回っての後方の8番手レース、残り1周。9番の太田がまずは風を切る展開、中段後ろを振り返って3番の山田、さあ山田絶好のポジションをキープいたしました。引きつけて3番の山田秀明、まだアクションないんですけれども、この辺りで縦に踏んでいくか。逃げる9番の太田龍馬、番手絶好は4番の小倉隆二、小倉が番手絶好、4コーナー回ってくる。小倉が先頭に変わったか、小倉隆二が抜けたか、4番車の小倉隆二。まず岩本の横まで並びかけていって9番の飯野雄太、さらにはこの上7番の吉田が叩いていきますでしょうか。残り800を切りました。先頭変わらず9番の飯野、そして1番の岩本、この両ラインが並走なんですが、この辺りで9番の飯野か、いや1番の岩本もなかなか車を下げませんが、ここで関東勢7番の吉田が主導権を握って、さあ内から切り抜けて岩本俊介、うまくここは中段4番手確保となりました。一方飯野が後手に回っての後方の7番手です。さあ7番の吉田拓也、吉田が後ろを振り返りながら少しペース落としていきますか。この後ろは3番の神山拓也、そして神山雄一郎、1番の岩本、さあ中段に入って南関東勢2コーナーここでまくっていきました。先頭7番の吉田拓也、番手3番の神山拓也がブロックを見せて、さあ岩本俊介この山を乗り越えられるか。8番の内藤が内を潜ってきた。4コーナー回ってくる、先頭は7番の吉田拓也、吉田が先頭を振り切ったか。外は3番の神山拓也です。まずアクションを起こしたのは8番の北鶴が前を抑えに行きます。青番から赤番に周回が変わるところで、まずは北鶴が前を抑えました。3番手にシッチ、この後ろに松岡も乗っています。人気を集めた中四国勢9番の小川慎太郎なんですが、小川は現在は5番手の内目、さあその外を5番の松岡健介、北鶴が一度切ったところ、ここで近畿勢が飛び出していきました。5番の松岡健介は今度は叩いて、さあ巻き返していくか。9番の小川慎太郎、小川が3番手外並走、ここで縦に踏んで一気に先頭に変わりました。先頭は9番の小川、追走は1番の香川、さあそして筒井三宅と完全に中四国勢が4車できりました。5番手で5番の松岡、7番手から8番の北鶴、さあ北鶴がまくってくる。北鶴のこの快速まくり、大塚源一郎は
は少し距離が空いている。先頭9番の小川、外から北鶴飛んできた。4コーナーまた北鶴だ、北鶴だ、北鶴翼。まず後ろから新山合わせるようにして杉森、さあ茨城勢が先に動いていきました。打掌の周回に入ったところで、まずは1番の杉森、杉森が一度前を抑えに行くか、そして7番の新山、新山が現在は3番手付近です。3番の山中は2番手の内目なんですが、杉森が切ったところをここで7番の新山、新山が飛び出していきました。新山が主導権を握ってくる。そして3番手1番の杉森と8番の伏見が並走となりまして、この後ろに5番の桐山、8番手からここで3番の山中、山中が3番手からまくってくる。中段から5番の桐山を合わせて縦に踏んでくる。さあまくり合戦となるか。先頭は7番の新山、新山が飛ばしていく。追走2番の成田和也、この外に3番の山中、さあ山中のまくり、山中がまくっていくんですが、前では7番の新山もかかっている。がっぷり寄せられました。4コーナーから直線、先頭7番の新山、新山先頭、先頭振り切ったか。外は5番の桐山慶太郎。誘導との距離を切って2番の柴崎敦史です。5番の畑が上がっていって石塚に蓋をしています。打掌の周回に入りました。ここは石塚もなかなか車を下げません。ジャン周回の1センターから2コーナーで、さあ2番の柴崎抵抗を見せたんですが、ここで5番の畑が先頭に変わって、柴崎ももう一度内から潜っていきまして、さあここは中段取りとなってくるんでしょうか。先頭ここで6番の石塚に変わりました。石塚が先頭、追走1番の古城、そして9番の沢田、2番の柴崎は4番手キープ。体型は再び縦1列となりました。やはりここは6番の石塚凛太郎が逃げる展開となっている。中段に2番の柴崎敦史、番手絶好。1番の古性、古性がしきりに後ろの様子を気にしていますが、4番手ここで2番の柴崎が縦に踏んでくる。さあそれを外に振って1番の古性、4コーナー待った。先頭石塚、番手から古性、古性優作。さあ木暮が中村を連れて前へ前へと攻め上がって、青番周回の4コーナーからホームストレッチ。さあこの木暮の動向気になるところなんですが、この木暮が一度まずは前を切りました。さあそして6番の吉澤純平、吉澤は現在7番の新田を抑えるような格好になっています。打掌の周回の2コーナーからバックストレッチ。さあここで弾みをつけて関東勢、6番の吉澤純平が逃げ勝負に持ち込みました。さあそして4番の木暮はこのラインを生かせて5番手キープ。一方7番の新田雄大、さあ福島勢は7番手以降縦長の展開で残り400を切りました。飛ばしていきます、飛ばしていきます。6番の吉澤純平が逃げ勝負、番手は車間を切って1番の平原浩太、平原は2番手、そして7番手から7番の新田雄大がまくってくる。さあ新田の快速まくり、1番平原のブロックをかいくぐって、ここで福島勢7番の新田が先頭に変わった。4コーナーはある。先頭7番の新田雄大、新田が先頭、そして2番の渡辺、最後は渡辺捉えましたか。まずは京都勢、6番の稲垣がテイクアクション、前へと攻め上がってここで先頭に変わりました。6番の稲垣博之がまずは先頭に変わって、5番の脇本なんですが、脇本は中段のうちそのアウトコースに7番の深谷智弘です。
さあ中部勢が脇本に蓋をして、前では6番の稲垣もペース上げてくる。さあここは稲垣、そして7番の深谷と先行争いとなりましたが、ここで7番の深谷がねじ伏せていく。浅井はちょっと立ち遅れて、これは番手6番の稲垣がはまりました。3番手が並走状態。さあ村上義弘がここはさばいていって、後ろから今度は5番の脇本。さあ脇本がすごい勢いでまくってまいりました。脇本がまくってここで先頭に変わる。追走は3番の三谷、この後ろは切り替えて2番の村上義弘、さらには8番の村上博之と続いていく。4コーナーまた完全に前の2人、5番の秋元、脇本先頭で振り切ったか、あとは3番の三谷隆起。